ボディチューナーの斎藤由理さんに、えー、と東京からお越しいただき2泊3日あのー、セッションしてもらってたんですよ今日は体の話をしようかなと思っています絶品私服でしたよやっぱりいくらお金が回るようになって でもやっぱ体のことを一番こう気遣いたいなって思っていて、うん。でもね、あの、ゆりさんのセッションだって最初から50万だったわけじゃない。私が勝手に値上げしたから、最初は1万円でしたね。3、4年前に初めて会ったんですけど、え一、ー、1万円。 からスタートして、もう本当に二人三脚みたいな感じで、あのー、やってきました。それで、こう、私のこう活動の拡大だとかっていうのは、やっぱ体と共にあったなーって思うんですよ。で、やっぱりその、 ね、どんどん、まあ、こっちからもう一回値上げするんですけど、払えるかもわかんないのに値上げするんですよ。で、ドキドキするんですよ。で、やっぱ明らかに、その、ゆりさんのセッション、安すぎだなぁって思、思うから、こう、私値上げしていくんです。それで、うん。あげるたびに、やっぱりドキドキするね。これから先も、払えるのかな。 っていうドキドキはあって、でも払える体になるんですよね。うん。そうそう、自分の体に払う金額ですから、ちょっと真剣になっちゃうよね。それで、まあ、ね、最近のこの、 私のヤギョギっヤ的ボディ理論なんですけど、やっぱり体って歪むから整えるじゃんだけど、なんか違うなと思って、正確に歪ませるために整えるんだなって思ったんです。私腰悪いからさ、この腰の意識っていうか意志をやっぱ聞き取るようにはしてるんですけど、どうもやっぱ治る気ないなと思って、 ピ,ピアノ、楽器、楽器と例えるんですけど、ピアノだってまあ鍵盤美しいじゃない、パーっと。だけど、誰かが弾いて、誰かが、その、へこませないと、鍵盤をへこませないと、音も鳴らないしさ、音楽は作れないわけじゃんうちらの体ってちゃんと、あの、楽器みたいなもんで、 ビーって押すとバーってなるように <laughs>、できてるんじゃないかなって。ただし、不協和音ではなくて、気持ちいい和音が、あの、鳴り響くといいよねっていう話ではあると思うんですよ。な歪んではいけない進行だと、ちょっと、なんて言うんだろう。私のこの体の歪みで、私の活躍はありえないわけですよ。 比べる誰かがいるわけじゃないけど、あのー、誰よりも歪んでる自信あるわ、私。で、毎回、あのー、なんか歪みが最高新記録なんだよね。<laughs> ゆりさんがびっくりする。なんでこうなったのみたいな。うん。だから正確に歪んでますかっていう。 だってね、歪みをね、消しても次の歪みが出てくるんですよ。だけど、そうやって、私、こう、で、体って、こう、思考を作るって私は思ってますから、その、ね、思考を作るために、正確な歪みが必要なわけなんですよ。 ただ、あのー、まあ、一概には言えないですけどね。どういうふうに体作ってますかどういう細胞で体を作ってますかっていうので、やっぱりね。 毎日好きなことをやって、やりたいことをやって、細胞をピチピチに保ちたいわけですよ。だからといって、それが毎日元気かって言ったらそうではなくて、それもやっぱり毎日元気でいなきゃいけない進行ってあると思うんですけど、そんなことなくて、だから私地球メソッド作ったんですよね。あの、女性にはホルモンがあってちゃんと波があるから、あの、不安定になるこそが、なることこそが安定だよ、みたいなことを言ってるじゃない で、その、ゆりさんと喋ってたんだけど、なんか私、皮膚がさ、皮膚のたるみ方がなんか、変だなーって思ってたのね。<laughs> ただの老化してたるむ感じじゃなくて、なんていうのちょっと、一層意識的には私、自分の体の芯の方にあってね、意識は。 だから、その自分の皮膚とか皮を見て、なんかサイズの合ってない服を着てる感じなんですよ。だからもう次の、次の皮膚っていうきあの、服が必要なんだけど、それを、ね、こうゆうりさんに、今の私にふさわしい皮膚を着させて、みたいな感じに。思う。 なんかね、むくんでるわけでもなく、脂肪がついたわけでもなく、なんなのと思って、だから、脱皮が早いっていうか、面白いな。これ何現象だろうと思って、思うに、体調管理は、するものではなくて、いつ体調が悪くなってもいいように、環境を、管理するっていう方が大事かなって思う。 私なんか毎日元気な人ではないですから、何なんなら年に2回、あの、すっごい調子いい日が、年に2回だけあるみたいな。動けない体だからこそ、動かず最短に、動ける方法を、常に常にやっぱ、体が考えて動いてくれてると思うから、だって、今の私の状況異常だもん。うん、やっぱ一人、 気持ちよく過ごせる場所っていうのはもう本当にパワースポットだなって。自分の体はすごく優秀だって思ってる。でね、自己肯定感とかって体が作るものだと思っているから、頭でいくらね、自己否定しない、自己否定しない、自己否定しないとか思っていても、やっぱり体なんですよ。今の体に OK してますか だって仕事するのもお金を生み出すのも体なんですよ。体と仲良くやっていかないと話にならないんですよね。で、マインドを作ってるのも体なんですよ。だから病気を治すのがドクターなのではなく病気そのものがドクターなんですよ。いや、生まれた時から本当は自分ビジネスって始まってるんですよ。だから自分ビジネスでお金が回るようになると今まで使ってきたその浪費とされる部分全部こう返ってくるんですよ。 雨の音が聞こえるおうち。曇りだと日の光が入ってこないことに気づくおうち。晴れもわかる、眩しいな、みたいな。それだから、ね、天気だって毎日天気じゃないからさ、もう梅雨とか最悪ですよ。節々痛いしね。<laughs> だけど、ま、天気がそうなんだから仕方ないじゃんみたいなことすらも考えなくリンクしてる。うん。だから私が、こう、きつい言葉とかね、平気で言うのは <laughs>、別に上から言ってるわけではなく、下から蹴り上げてるんですよ <laughs>。 私ができたから誰でもできるって思ってる。自分の、その SNS ってなんか今流行りのなんちゃらとかっていうレベルの話ではなくて、自分の心を自分の言語で話すっていう大事な文化を作る場所だと思っているんですよ。文化は言語ですから、そういうことですよ。自分の居場所を作ることが可能になった時代ですっていうこと。